はい、日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。ライジン38スーパーライジン記者会見後の格闘家ファンの声、誹謗中傷についてです。まず浜崎彩香選手ですが、対戦相手決まりました、頑張ります、ピースとのことでした。また引退先ビジネスレーナですが、試合を楽しみにしてくださったファンの皆様、この舞台を用意してくださった代表ほにゃほにゃお詫び申し上げますと謝ってました。そして、須田理央剛ですが、パンパースらしく、今回のライジンのカードがあまりパッとしないね、と、ズバッと本音を言っていました。そして、榊原代表ですが、トリガーシリーズ休止、大きくイメージダウンした、と、美女詐欺師に騙されたことをイメージダウンと言っていました。そして、朝倉のみっくんですが、体重を75くらいにしよう、と、ダイエットを宣言していました。ダイエットスルスル詐欺の OL と同じです。そして北岡悟選手ですが、 KO されてから1ヶ月ちょいで試合するんや組むんやと、キングカズの次男息子カズについてぼやいていました。そしてファンが、俺たちは気づいてしまった、見たかったのは三浦コータの試合ではなく金玉兄の試合だったことに、と言ってました。またまた汚い顔の持ち主シュレック関根選手も、キング玉ソーニとは何だったのか、2022年のキング玉ソーニやと、わけのわからない汚いツイートをしていました。そしてなんとご本人登場で、フェリペ・キンタマーニがポルトガル語で何か言ってました。おそらく朝倉のみっくんは、ハワイアンダブだ、いつでも俺が倒してやる、本当に眼中にない雑魚と言ってるのではないでしょうか。そしてひろゆきが、カレーは飲み物だと思うんですよね、と言ってました。またまた大沢健二さんが、大谷すげえと全く関係ないことを話していました。そしてジークンドーの洗脳から解放されたヤッチくんですが、容量、生地感、形、雰囲気と何から何まで欲しかったドンピシャで、とってもいい買い物でした、と買い物自慢していました。そして釣り屋霊選手が、減量中のパイナップル世界一うまい、とパイナップル顔のおぎちゃんに対してディスっていました。そしておしゃべり草野郎工事が、全然痛ないんや思いましたよ、とバッティングされた感想を伝えていました。そしてコロコロチキペッパーのナダルが結婚式を挙げたそうです。そしてなんと瀬口メンディが、関口メンディーに改名したそうです。世間はこのようにスーパーライジンについてかなり関心を抱いたようでした。そして我らの白川アホの子、天然ダークリクトポテトヘッドアホの子が、復帰した時には前より強い姿をみんなに見せるように、地道にコツコツと、とハードルを間違った使い方をして遊んでいました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。